日アマゾンのブラックフライデーがありましたね。我が家ではブラックフライデーのセールでペット見守りカメラを発見しまして、お家にお迎えしてみました。本日届いたので開封してみたいと思います。TP リンクの C210 パンチルトネットワーク Wi-Fi カメラを購入しました。動作を検知して通知する機能もあります。特徴いっぱい。5000円超える商品だったんですけど、Amazon ブラックフライデーのセールで3680円で購入することができました。簡単設定ガイド、結構細めのケーブルですね。ペコちゃんいる家庭は気をつけましょう。じゃじゃーん、非常にコンパクトですね。こちらの土台を固定することで天井からね、広い画角でお部屋を見渡すっていうこともできるようです。ステップ1、アプリをダウンロードします。ステップ2、電源を切れます。ステップ3、設定を行ってアプリと同期する感じのようですね。それではQR コードを読み取ってアプリをダウンロードしてみたいと思います。ダウンロード、よいしょ、続ける。初めてでまだ TP リンク ID がないので、サインアップしてアカウントを作っていきます。リンクをクリックしてアクティベートします。これで登録された状態ですね。アクティベート&ログインということでね、 TP リンクの ID をアクティベートします。自分の設定したパスワードを入力と。今 LED が赤なんですけど、30秒ほど待つと緑と赤の点滅になるみたいなんですよね。緑と赤、こんな状態でいい感じですね。こうなったら次へ押してみましょう。でデバイスと接続と。接続済みです。でこれで検出されて同期した状態。Wi-Fi を選びます。リビングにしてみたいと思います。次で、ね、これで終わりですとのことです。早速使ってみたいと思います。早速見てみましょう。あ、はるちゃん、声も結構良質に聞こえますね。じゃパンチルトの機能を使ってみたいと思います。振り機能なんですけど、垂直方向は114度、水平方向はなんと360度の広い視野で見ることができます。で音声通話もすることができます。では今隣の部屋なんですけど、音声通話でね、はるちゃんのこと呼んでみたいと思います。はるちゃん、
としてはカメラを撮ったりビデオを撮ったりすることができます。撮れた写真しっかり確認することができますね。マイクロ SD の差し込み口はこの位置です。あとはね、全画面表示もありますね。画質かなり良くて3メガピクセルのフル HD に対応しています。はるちゃんの表情までくっきり見ることができますね。ナイトモード見てみたいと思います。結構見えるじゃない。今猫ちゃんがくつろいでるんですけど、これをさらに拡大することもできます。指2本でバッチリ拡大できます。カメラを動かすこともできます。ひるちゃん発見、拡大、すごくスムーズに操作を行えますね。はるちゃん、写真も撮ることができます。ワンタップで簡単に写真が撮れますね。メモリーのところで再生することができます。お留守番中の可愛い姿を見ることができます。では今回ね、TP リンクさんのパンチルトネットワーク Wi-Fi カメラ購入してみました。高画質でネットカメラとして欲しい機能が揃ったものなんじゃないかなと思います。ぜひね、参考になれば嬉しいなと思います。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。